とマスクの説明からいきます。いいですか。じゃあ説明したいと思います。これ酸素マスク、これ OK もいいや。赤いチューブが M サイズ、うん、青いチューブ S サイズ、うん、星野さんと葉山さん S サイズです。で、ちょっとこう、あ、ここ見るグッと開けて開けてこうやってみて、この辺から空気を持って無理じゃないか、うん、ここからちょっと漏れるんだよね、うん、あと顎からも漏れるんだけど、顎はあんま気にしないでいいです。顎は気にしなくていい。なぜかというと、上から漏れると今星野さんにも説明したけど、メガネとかゴーグルが全部曇っちゃう、はい、下から漏れても全然支障ないです、うん、大丈夫ですか。はい、はい、そしてこっち側の左側のこの丸いところ、これ吸気弁、外気を酸素ではなくてふっと思い切った時に酸素がゆっくりしか出てないので、ここから外気がエアインテイク、ここの中に弁がついてます。でここが凍ると外気が入ってこないので苦しくなって外しちゃいます。こうやってそうするともう酸素が来ないで、外気と酸素が両方そう混ぜる、ここでミックスしてるんですけども、でここにはですねダイヤフラムっていって薄いゴムの膜があってこうやって入ってます。で酸素がここから出てくるんですけど、ここは何の役目があるかというと、吐いた時もふーって吐いた時も酸素って出続けてるんです。その時にここでダイヤフラムが一瞬ここに酸素を貯める場所なんです。でこれ6リッターレギュレーターなんだけども、実際にはこの大きさは4リッター用なんですよ。6リッター出すともうオーバーフローしちゃって、これが機能しない。6リッター使うと本当はもっとでかいのがついてないんだけど、今回は4リットルしか使わないのでこれで大丈夫です、はい、で、ここの下についてるところ、これは吐いた息が出るところ、ここはね凍っても思いっきりってやれば氷がバンと吹っ飛びます。だからあんまり問題にならないんだけど、一番問題なのはここ、ここが凍っちゃうと外気が入ってこないのですごい苦しくなっちゃう。でこれ柔らかくないんで、昔のあのロシアのやつはここが柔らかかったんでグニュグニュって揉んだ氷がボロボロっと落ちたんだけど、ここはねこれ取れないんですよ。だから苦しいなと思ったら凍ってることを疑ってもらって何とかします。ここに何か突っ込んだりとかして氷やるんだけど、基本的には凍らせないのが大事なんで、頻繁にここ叩きます。もう完全に凍る前にこれをやって思いっきり叩いた時にうっスッスッと霜みたいのが中にバーッと入って氷が抜けるんで、それを1時間とかやらないともう凍ってもどうしようもなくなっちゃう。頻繁に叩きてうってこううって振ると氷を吸い出せる、そうすると大丈夫です。これ今年の春のエベレストですごいトラブって結構やばくなった人が多かったんですけど、あんまり改良されてないと思うんですね。はい、次レギュレーター、はい、いいですか。今ゼロになってます。時計と反対回りますと開いてきます。 0.5 1 2 3 4 5 6、で、ゼロに戻ります。で、ここがメーター。メーターついてて、酸素をねじ込むと、酸素の圧力がここに表示されます。300までありますけども、その300気圧ってことですね。で、そのボンベが1本4リッターなんで、4×300 で、1200リッターの酸素が入ってます。でも、まあ300リッター、こう気圧、こことか0メーターとか山頂では、表示は全然圧が外圧が違うんで あれですけど、大体280気圧とか入ってます。でまあそれはあんまり気にしないでいいです。でもこれ減ってきて自分で見れないんでシェルパーが見ます、僕らがチェックしますけども、
これが残量、ね、残量、今ゼロ、うん、ついてないんで、ゼロになってます。よし、じゃあですね、このつなぎ方からいきましょうか。ここにキャップがついてるんで、レギュレーターの方のキャップを外してください。でこっちの酸素マスクのキャップ外してください。で、あ、ついてないね、うん、まあいいです、ついてないのはついてない、ね、うん、じゃあそっちより使うか。これなんでキャップがあるかっていうと、これ持ち運びしてるときに、雪の上に落としたらちょっと雪が詰まっちゃうんで、必ずキャップしといてください。で、これキャップ外して、このインディケーターの上のところに押し回しです。押し回し、押し回し、穴に合わせて押し回し、これ寝てる時の、寝てる時は自分でやんなきゃいけないんで、グッとして右に回します。で、無理にやらないでください。ポキッと落ちちゃいます。ちゃんとこのノッチ、ノッチを見て出っ張り、そうそう、出っ張りのとこ、はい、それでグッと押して右に回すとカチャッと。これ基本的につけっぱなしなの？いや、でもほら、酸素ねじ込むときとか外さなきゃねじ込めないから、基本的にはその酸素を変えるときだけ。そうそうそう、いいですね、はい、はい、じゃあ、すいません、もう一回外してください。これからニュータイプです。今まではロシアのポイスクっていう会社を使ってましたけど、こちら若干重いんですけども、結構こっちの方がいっぱい入ってるって言われてます。で、ここにこのアルミキャップ1個5ドルなくさないようにしてください。それでここにレギュレーターをねじ込んでいきます。で、中に入っている酸素っていうのは、これ400、300気圧で1200リットル入っていましたけども、すごい冷たい、出てくると冷たくなります。ガスコンロが凍るみたいに、出てくると凍る、凍るので、必ずレギュレーターとかねじ込むときは、手袋しないと火傷します。凍傷になります。瞬間で凍傷になりますので、少なくとも右手は手袋する。で、上は寒いんで左手も、右手手袋すると滑っちゃってねじ込めないことがあるんですけど、まあ両方手袋をして交換するときは使ってください。まずマスクはこのまま置いといて、レギュレーターをここにねじ込みます。で、注意するのはですね、ここにオーリングっていうプラスチックの、ゴムじゃなくてプラスチックのリングが、黒いの見えると思うんですけど、入ってます。これが非常にフラジャイルで、これがパキッと音がして割れるともうそれでアウトです。アウトになっても漏れるけど使えるんですけど、ねじ込むときにこれゼロになってますけど、これを2に開けます。あ、ねじ込むとき、そう、それなぜ開けるかっていうと、ねじ込んだ瞬間中から酸素が出てくるんで、すごい圧力が出てくるんですけども、ちょっと逃がしてやんないとオーリングがプシッと落として割れるんですよ、うん、そしたら効率がすごい悪くなる、うん、使えますけども、なので必ず2リットルだけ、ゼロじゃん、ね、ゼロじゃん、ゼロじゃん。で、これねじ込むときはこう普通にねじ込みます。で、今のレギュレーターは新しいの大丈夫なんですけど、前のポイスクのやつは入った瞬間にこのインジケーターに圧がかかって、これが割れて吹っ飛ぶことなんですよ。絶対これを見ちゃう、見ない、要はこうやってやるんですけど、今2で開けて膝の上に乗せて、このインジケーターを下に向けて、下に向いてますね。それでこっちを回すんじゃなくて、こっちをねじ込みます。こっちを、で、手袋を今滑るん でここからピュッて言うと、この酸素がここに触ると凍傷になるんで手袋をしてます。で、これをこう入れていきます。ゆっくり、かりました。で、今手袋していれば大丈夫なんですか？大丈夫です。してなくても大丈夫ですけど、今の酸素は触っても大丈夫？触っても大丈夫。2リットルで、ここでね、昔のはね、この辺からピュッと漏れたり、いろんなとこから漏れたり、今のは全然大丈夫です。シュート、今2リットル出てます。で、もったいないんで止めることもできる。とりあえずゼロ、
ゼロにしてから今度マスクつけていきます。つける瞬間が大事だね。で、もうここまで来たら安全で、これをねじ込んで、こういう状態になります。こういう状態になります、うんうんうん、いいですか。寝るときもこれで、先生ここ見てください。今250気圧昨日平子君たちがテストで30気圧使ったので、280あったのは250になってます。で、まあこれで250入ってばもうほぼ4時間、4リットルで4時間持ちます。大体の目安で、大体の目安は一応記憶しておいてもらいたいんですけど、まあこれで250入ってばフルだと思ってください。大体新しいの280入ってます。で、これで4リットル出すと、これ単純に覚えてください。4リットル出すと4時間持つ、2リットル出すと8時間持つ、1リットル出すと16時間、0.5 リットルだと32時間持つっていう単純計算。残量を見ながらあとどのぐらい持つかっていうのはそれで計算します。ただ実際に工場に行くと頭ボケてるんでその計算できなくなります、だから僕らがこれを管理しますのでいいです。それでするときはもう1回ついちゃってるんで2リットル、それで酸素が出てるかどうかはマスクがあってここで見ます。いいですか。ゼロになると取った時はこれですね。で 0.5 1 2 3 4 5 6、 もう音が聞こえます。これで歩いてて苦しいなと思ったら、やばいなんか苦しいよ変だなと思ったらここを見ます。でこうなってたら酸素もないです。ないんで、でシェルパーマンツーマンついてて、シェルパーああちょっと変えてくれよとか、その前にまあシェルパーチェックしてますけど、これを見ます、はい、ですか。ここが詰まってる場合も関係ない。ここはもうここから直できてるから、ここは出ててもここは詰まってて、こっちは詰まっててもこっちは出てるから、シューッと。でも酸素ってすごい、4リットルってもそんな大した量じゃないね。ちょーとか出てるから、ここで人間が吸うよりも全然遅い速度で出てる。もう詰まっちゃうと吸えない。なって、で、苦しいと人間はどうするかっていうと外すんですよ。こうやってね。外すんですよ。苦しいから、入ってこないから。そうするともう酸素が入ってこないんで、もう一気にってなっちゃうので。詰まった時、まあもちろんこうやっとくんですけど、はい、詰まった時は外さないとダメなんですか。いや大丈夫です。こう下は叩きながら、大きい。吸い出して、氷を吸い出してやるようなイメージ。そうすると長い間やんないともう完全に凍っちゃうんで吸い出せなくなるんだけど、氷始めだったらまだ霜がついているような感じなんで、うってやればバフッと入ってくるんですよ。そうすればまた30分ぐらいは大丈夫。その氷は勝手に溶けて出る。その氷はもう勝手に、ここは体温なんで、ここに水が溜まるんで、今度は逆にヘッと吹いてやるとここから水がボトボトボトってスキューバーみたいな、はい、だからこう水がすごいボトボト垂れるんで、ここにカメラぶら下げるとカメラに全部水が垂れて凍っちゃうんですよ。でちょっと横とか、で僕もちょっと考えます。今回そういう感じです。ではやってみましょう。はい、一人一人。じゃあ星野さんからいきますね。またこれ逆に見てください。外すときはまずはゼロにします。でこれを外して、できれば外すときも2、外すときも2なんだ。外すときも2、急激なショックをオールインにかけないっていう。外すときは手袋なし。いや、した方がいいです。これは何のためについてるかっていうと、これ盗難防止です、ここにワイヤーロックをかけて置いとくと盗まれないっていう。これを絶対ポケットかどっかに、テントのポケットとか自分のポケットに入れて、空になったらなるべくやります。で行動中にやるときはシェルパがやるんで、まあ気にしないですけど、寝てるときで朝帰るときとかは僕は寝てるとき変えるのは
まあないです。ないですね。ないです。で翌日出発帰るんで、それは僕らやります。うんはい、だからこれなるべくこれなくさないように、こっちから雪詰まったりとか、ちょっと この部分のバルブが一番大事で、爆発したりとかするんですね。もう一つね、あんまり関係ないですけど大事なのは、酸素ってここにバターとか油分がつくと、なぜか火を吹くんですよ。でヘンリー・トッドもよく火傷してんだけど、バターとかを油のついた手で触らないっていうのも大事です。まあ実際あんまないですけど、そういうケースもね。